各地に散らばる軍事結社の破壊組織を壊滅するために国連は各国から精鋭を集め特殊部隊を設立した。このサンダーホークではプレイヤーはその精鋭部隊の一員となり最新鋭ヘリコプターを操り敵組織を壊滅していく。プレイヤーが守る国は全部で10カ国、しかもそれぞれにいくつかのミッションがあるため総ステージ数はなんと48にも及ぶ。まさにメガ CD ならではの大容量と迫力で迫る 3D シューティングゲームだ。サンダーホーク、ビクターエンタテインメントから定価7800円で9月17日発売予定。バイ流星の鎧。なんだ、入れるぞ。エリー、婚約者をダークネック軍の奇襲によってさらわれてしまったハイネロア王国の王子ハイベルガーはダークネックの野望を打ち砕き婚約者を取り戻すためにその昔封印されたという伝説の鎧を求めて旅に出る。ファンタジーとサイバー SF の融合した世界を舞台にした RPG、 それがバイ流星の鎧。ゲーム中にはメガ CD の特徴を生かし迫力満点のアニメシーンが随所に出てくるよ。 RPG フリークには応えられない一本となるでしょう。バイ流星の鎧、定価7800円で10月22日発売予定。